後藤一人、中学1年生。たまーに思う。このままでいいんだろうかって。でも私、ザ・陰キャのような日々が身の丈にあって。バンド組んだら、私みたいな人間でも、もしかしたら輝ける?決めた!ギター上手くなる!それで文化祭でライブして、そもそも友達一人もできなかった。ギター!ありがとう!早速ライブハウスへゴー!大丈夫。私がベースでポムってするから。流血沙汰もロックだから。もっと頑張らないとね!きたー!うわー!めっか!ん?魔境?結束バンド?結束力全然ない。傑作。現実世界の人たちはフラッシュバックだ。でも私なんか興味ないと思ってた。一人ぼっち、ぼっちちゃんは?こんな優しい人がずっと見ていてくれて、声をかけてくれた後藤さん。ぼっちちゃん。ぼっち、ぼっちです。現実は怖い。でもこれから楽しいことがたくさん待っている気がする。ぼっちザロック、10月より放送開始。あれ?ぼっちちゃんは?うん。すみません。暗くて狭いところで一息つきたくて。一息つくの早っ!